はい、皆様こんにちは、かようまりなでございます。今日のご質問は28歳女性の、ね、司法書士受験生からです。もともと専業で1年間勉強していたんですが、社会から取り残されたくないという、ね、気持ちから司法書士事務所に、アルバイトとして、ね、勤務し始めたと。試験第一に、ね、やっていて週に3回働いていたそうなんですが、まあ、直前期にですね、週に1回に、してほしいというところを、申し伝えたところですね、かなり微妙だという雰囲気が出てまして、その休めないと、司法書士事務所のバイトを休めなくてどうしたらいいんだというね、そんなご質問なんですけれども、ですね、まあ私がですね、ちょっと本当に結論申し上げますと、週に1回もバイトしてる場合じゃないということですね。バイトで週に3回しかもともと入っていないんですから、そもそもそんなに大切じゃないじゃないですか。なので直前期に週に1回に減らすとかじゃなくて、単純に直前期になんでもうやめますでとかいいんじゃないですかねって私は思っちゃいますけれどもね。はい、であとはその社会に取り残されたくないという恐怖から、まあ受験生、専業受験生を辞めて、まあちょっとねバイトしながらってことをやってると思うんですけれども、やっぱりですね、申し上げたいのは、勉強をしている期間っていうのは、それは社会から取り残される感覚を持つっていうのはもう当たり前のことなんですよ。これ誰でもそうなんですよ。だからそういうのをなんか払拭するっていうのは逆にデメリットしかないので、その自分の気持ちの安定がそれにあるのかもしれないですけども、それがきっかけで試験に受かんなかったら元も子もないじゃないですか。なのでそういうことを社会から取り残された気持ちに苛まれるものなんだということをしっかりですね理解して、そのまましっかりね自分なりの勉強すればいいんじゃないかなと思います。必ずね、やっていけば受かるとか、そういうビジョンが見えている人は社会に取り残されている不安とかってに押しつぶされることってあまりないんじゃないかなと思うんですよ。その後これをやってこういう孤独に耐えていけば、その後の、ゴール、未来をね、やっぱりビジョンを描ける人、見える人っていうのは、そういうところに、そういうなんか不安、一時の不安解消のために就職とかっていう、なんかもう本当に愚かなですね選択をしないので、まあそういうところをちょっとねやっぱ考えた方がいいと思います。はい、であとは雇う側から見たらですね、週3いたバイトが週1になるとかって結構なんか、それはなんか面倒くさいなっていう気持ちは確かにあります。あるんですけど、でも司法書士事務所ですよね。で司法書士の先生ですから、直前期がどれだけ大変なことかっていうのは必ず理解を示してくれますから、理解を、示さざるを得ないっていう立場でもあるんですよ、基本的には。仕方ないっていうことで、いなきゃいないで別の、ね、人にお願いするっていうこととか、そういうことをやれると思いますから、あんまりね、そんなに思い込まず、思い詰めずですね、頑張ってほしいなと思いますけれどもね。はい、ということで、私の周りのちょっとご意見をご紹介させていただきました。そんな感じで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。